今日の川柳、こんなんある、これがリアルよ、リニューアル、どうもー固まってる固まってる、何がきっかけか分かんなくて、いやいや、ラジオ聞いてる皆さんね、今日ゲスト来てるんですけど、はい、ちょっとまずはじゃあ、始まりました株式会社クガニプレゼンツオリジンアワーエコデー、はい、よいしょ。2人拍手気つけてるのはめっちゃ広いわけよ、拍手。あ、そうなんですか。そう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 、だからデコリンと2人あんまり大人な拍手してたやつも、パンパンパンってあのレベルの波形が上がるわけ、はい、あ、そういう技術身につくんですね。そうそうそう、あんまり流さない拍手ですね。さあ、先週で、ずっと一緒にやってきたデコリンがオリジンアワーをめでたく卒業いたしまして、今ちょっとクレソン積んだりしてる状況でございますということで、今週からは毎週週替わりでゲスト芸人を呼んで、ご機嫌を伺っていこうじゃないかということで、記念すべき一組目が、あ、自己紹介お願いします。あ、どうもー、どうも、はい、どうも、オリジンコーポレーション所属お笑い、お笑いコンビ鉄筋ビビンバです。よろしくお願いします。僕は鉄筋ビビンバの龍平でーす。はい、で自分がツッコミの正武です。よろしくお願いします。お願いします。あ、そっか、なんか龍平がボケさ、はい、なんか自己紹介ギャグみたいなのはないんか、特に自己紹介ギャグはないです。おい、認めな、認めな、いやでもよくあるかな、絞り出せよちょっとだけ、まあ、例えば何だろうな、まあまあちょっと今思いつくのはごめんなさい、これしかないんだけど、宮迫ですとか。あ、よくない、いや、よくないとかじゃないです、全然すいません、全然よくない、自分がちょっと意識しすぎてすいませんとか、なんかで待ってもいいかもな。確かに作ろうと思います。これってはサブイとかじゃないんだよな、なんかやっぱり覚え安かったりとか、キャッチフレーズ的な感じで、やっぱ強いですよね。見てる、まあでも見てると思う、忘れたとか思う人いるのかな。俺はもう全然お笑い見るときは、あ、なるほど、こういう事故、あ、ずっとやってるからか、あ、別に自己紹介は受けるもんじゃないっていう、なんかあれなんですよ、あれなんですよ、なんか龍平の中でこんな感じなんですけど、うん、憧れてる芸人がいるらしくて、はいはいはい、そうですね、サンドイッチマンの富澤さんとか、あ、なんか、はい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 、こいつこの感じでそのちょっとボソって言って笑いとる、そういうなんかクールな芸人に憧れてる節あるんですよ、はいはい、これはね、違うのにこれはね、まあ誰もがとは言わんけど、我々世代やっぱダウンタウン松本さんに憧れてる。そうそうなんです。お笑い始めたばっかりの頃、我々世代みんなボソ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 してる。分かります。もう相方がしゃべって、まあ、コンビだったら相方がしゃべってる時ももう全然つまらなそうな顔してボソって言うっていう、これやっぱりもう相当のセンスとか、あとまあその人のキャラもあるし、まあ、富澤さんもちょっと近いのかな。そうなんです、センスでやってます感出したいなって、うん、そうなんです。いやでこいつそう、ね、センスでやってるやつにしては赤すぎるんですよ、うん、確かにこんな色ないです帽子とシャツとめっちゃ赤いな、靴まで赤ですか、ね、すごいな、着ながらなんか泣き人のいろんな生き物に攻撃されんかったか血じゃないですこれ血じゃないです、いろんな生き物がね、毒持ってる、ね、あのアンタッチャブルさんもね、竹山さんなんかも昔のオンエアバトルの頃とか映像を見たらボソボソやってた。あ、そうなんですよ、言ってましたね、最初の方は結構なんか尖ってたみたいな、そうそう、なんかボソボソやってた漫才で、でもやっぱりあのキャラがあってんでしょ、今のキャラが、そうですね、あーって、じゃあ木山がみたいな、だんだんだんやりながら分かってくるところなんだろうね。そうなんですかね。だからなんかその一貫です、はい、俺はその、うん、アンタッチャブルのこのザキヤマさんみたいにしてほしいから、はい、なんか漫才の時になんか、うん、誰意識してんのみたいな、ザキヤマさんっぽくやってほしいんだけどって言おうとしたら、いや俺としてはなんか富澤さんの感じでやってるみたいな、誰が言ってんのと思ってでも龍平どっちだろうな、どっちですか、明るい感じも似合うんだけどよ、あ、キャラに合ってる感じするんだけどよ、うん、まだだから本人が納得いかないんだろうね、 あんまり元気よくやるな腑に落ちた顔じゃないんだよな、そうです、ね、元気なのやりながら、うん、なんかセンスもあるみたいな感じ出したいから、なんなんこいつ、いや明るくてもセンスは別に出せるし、いっぱい喋っても、そうなんだろうな、よく、あ、まあ、ちょっとごめん、冒頭からちょっと真面目なそうですね、ごめんなさいごめんなさい、ちょっとなっちゃったけど、まあまあいいや、せっかくだからあれだけど、あのよく言うのはね、やっぱ同じネタを台本を別の芸人がやって面白い買ったらしょうがないよねって、鉄筋ビビンバがこの台本やったら一番面白いっていうネタを鉄筋ビビンバが、ごめんな、俺ばっかり、俺の先輩話してるけどカメラ見てていいの、難しいよな、前からカメラで撮りながら、あ、今そっちですね、そうそう、音声で聞いてる皆さんは分からないと思うんですけど、僕が今カメラに正対して土正面センターで喋って、
両サイドに鉄筋ビビンバが2人が向き合ってで僕とトライアングルを作ってるという、うん、なので鉄筋ビビンバは僕の話を聞くとカメラに後頭部を向けることになるという状況ではあるんですけどね。彼らとしてはだから、うん、お客さんを撮るか大先輩を撮るかみたいな難しいですね、まあ、2人見つめ合うぐらいの感じで真ん中がいいかもしれないな。そうそう、だからまあ自分たちらしいネタをやるのが一番っていうのがやっぱり基本はあるからね。そこは見つけていくことかもな。ありがとうございます。なんか本当先輩からの先輩のなんかこう説教感が出ちゃうと番組としてちょっとあれなんで、いやいやいや、あれなんだけど風が、うん、これ先輩風ですか。聞いた。これ先輩風ですか。もしかして無風でいいよと思ってないけど。違う違う。いやでも本当だん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 分かってくるあれだと思いますので、ぜひねその辺は頑張っていきましょう。ありがとうございます。若いよな、いくつだ。同級生だ、2人同級生 で、ね、自分が21歳 で、うん、で自分が今20歳。あ、生まれで誕生日がそうなんですよ。誕生日がこっち3月で、うん、俺が4月なんですよ。しかも竜兵が4月の10日10日で、で自分が3月の30日なんで、もうほぼ1年差なんですよ。多分正竹が本当に 2,3 日生まれるの遅かったら、うん、もう組んでない、もう学年違うんですよ。そういうことだよな。もう組んでもないですね、絶対に。これがだから早生まれの、なんだろう、よく言うけど3月31日、4月1日か、はいはい、までは早生まれさんだ、はい、これを、前別のラジオでも喋ったんだけど、誕生日が多い日ランキングってあって、うん、4月1日がめっちゃ少ないわけよ。うん、で4月だから、虚偽の届け出するってことがあるのか分からんけど、お医者さんに頼んで2日で申請できますかってやってるのか、妊娠促進剤だったり、まあ、促進すると早くなるんであるか、例えば帝王切開だったら手術日決められたりするから、うん、4月1日は避けて4月2日にしたりしてるのかなっていう。これ見たら面白い、誕生日ランキング、あからさまによ多い少ないが分かりやすいよ。そうなんですね。そう、これがね、いつ時点かな、これごめんね、ちょっと何年のランキングか分からないんだけど、うん、一番少ないのはまあウルード氏の関係で366位が2月29日、うん、で次に少ないのが1月1日。あ、そうなんですね。365位、多い人数でいうとね。で確かにいないな。次に少ないのが1月2日364位、うん、で次が363位が大晦日。へそうで、次に来るのが4月1日362位だ。あ、そうなんですね、うん、だから年末年始産む日を選べるのならば、年末年始っては多分よ、出産費用ちょっと割り増しになるわけよ、病院。ああ、なるほど。そうか、そういうのがあるんか。だから脳避けて促進剤でちょっと早めに産もうっていうのが、まあったりするのかなとか。なるほど。っていうのは感じられますよね。ちなみに3月30日が正竹、はい、はいはい。3月30日は人数でいうとランキング342。あ、結構やっぱ少ない。そうですね。だね。で4月10日10日です。10日は247位。おお、まあ。なんとも言えない。なんとも言えないと。和田アキ子さんと一緒なんで。はい。で、特に何もない。特に何もないですけど。おい。あ、ミッツマングローブさんとも一緒です。なるほど。出しゃいいってもんじゃねえよ。そうそう。そんなのもありますよっていうところですね。そっかそっか、そういうの関係してるんですね。いや、あると思う、絶対。親としてはやっぱり早生まれだと、うん、3月30日とかだったらもう体格差もすごかったんじゃない。あ、そうですね。今もそんなあれですけど1年も、うん、ほぼ1年違うわけで、そうですね。となってくると学力とかもなんかやっぱあるみたいよ、何歳まではこの早生まれの不利なのが出るとか。あー、でもありますね、ちょっとなとかあるって言いますわ。さあどうしようかな、今日ね、いろいろリニューアルして、いろいろ変わったのが、まあ、ゲスト芸人みたいな感じで毎週変わります、うん、そして、外部からのゲスト、こう泣き人とかこう北部を盛り上げようという企業の皆さんをお迎えするコーナーができたのと、できるのと、あとはまあデコリンもたまには出るコーナー、あのクガニファームの1週間みたいな感じで、あ、まあ、今クガニファームでいるのがデコリン、岸本でもう一人ミュージシャンのミッチ、3人で、この3人に3分ずつ動画で、これもローテーションで、で第1回目今日は岸本にお願いしてるんですけど、それも後で動画、まあ音声のみの方は音声でお届けしようかなということになっております。一旦じゃあ2人の紹介がてらのオープニングはこの辺にして、この後、素敵なゲストをお迎えしたいと思います。さあということで素敵なゲストをお迎えいたしました。自己紹介まずはお願いいたします。
株式会社島物語の坂倉と言います。坂倉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしておはようございます。同じく島物語の氷小屋店長の小屋と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、島物語というまず会社名が出てきましたけども、坂倉さんはその島物語本体の会社の、はい、はい、店舗にも出てますが、あ、店舗も、あ、現場にも出てらっしゃるんですね、はい、なるほど。でそこでは小屋さんが店長、はい、氷小屋、氷小屋、まず氷小屋は何なのかっていうところから聞きましょうかね、はい、まあ、あの1行ぐらいでもいいですよ。あ、そうですね、うん、沖縄のフルーツ、はい、食材を使った、はい、スムージーだったり、うん、かき氷のようなフルーツスライスだったり、はい、でサータンダギーだったり、はい、であとサンドイッチなどを売ってる、うん、パーラーのようなバーラーのようなカフェのような形になるわけですね、はい、これオープンはいつ頃になりますか。オープンは9月の13日9月2021年の9月13日、はい、そうです、もう最近オープンしたばかりなんです。ほやほやです。これ収録日が27日なので、はい、まだ2週間、まあ、弱、はい、そうなんです。ですよね、はい、あ、そうですか。これなぜ氷島だったんですか。ですね、はい、まずもう8年ぐらい前とかになると思うんですけど、ほう、それこそオーナーと一緒に沖縄に来るようになりまして、うん、その際に氷島に行った時に、はい、あの氷大橋渡ってすぐ見える海と橋と、はい、向こう側に見える島とに感動したことが一番ですかね。なるほど、はい、ここでいつか何かやるぞと、はい、で 今になってしまってはいるんですけど、じゃあ8年間いつかとは思いを温めて、はい、そっか。これ実際、うん、でもこのコロナ禍じゃないですか、はい、悩みませんでした。悩まないんですよ。もうやると決めたな。悩まないんですよ。素晴らしいですね。でもそれが大事ですね、はい、そうですね。もう本当にあの思い立ったが吉日じゃないですけど、そうですね、今だと思った時に動くのが一番ですよ、うん、実際すみません、あの どうですか、この2週間ぐらいって観光客の方ってまだそんな戻ってないですね。そうですね、そうですね、ちょっとまだ寂しい感じはしますね。あ、そっかそっか。メニュー的にはどういったのがありますか。はい、うん、メニューは先ほども言ったように、はい、沖縄の果物を使ったフルーツスライスという商品を中心に、うん、はい、とベトナムのサンドイッチというので、うん、バインミーというのがあるんですけど、バインミー出ました、はい、うん、そのバインミーやあとスムージーですね、はいはい、あ、揚げたてのサータンデギも準備してます。うん、これは例えば食材素材っていうのは何かこだわりあったりします。あ、そうですね、やっぱり地元の食材、うん、はいはい、県産のお肉を使ったり、うん、アグー豚だったり、素晴らしいっていうのを使って作るようにしてます。うん、その中でも一押しメニュー小屋さん、店長から、はい、はい、氷小屋の看板メニューでもあるんですけど、うん、スライスフルーツというメニューで、うん、果物をそのまま削ってスライスしてるので、はい、ちょっとかき氷のような感じ。あ、スライスして凍った状態で、凍った状態でスライスしてクラッシュして、はい、ちょっとまたかき氷とは違う食感ではあるんですけども、本当にフルーツちょっと溶けちゃうともうフルーツを食べてる感じなんですけど。なるほどなるほど、はい、フルーツスライス最初聞いた時はこうなんかフルーツカットしたのかこう、あ、そのまま盛り合わせというか盛り付けられて出てくるのかと思ったんですけど、はい、シャリシャリで、シャリシャリで美味しそう。ちょっとふんわり食感もありますね、はい、あ、これフルーツはどういったのがありますか。フルーツはあとイチゴ、はい、ドラゴンフルーツ、はい、とバナナとマンゴー、で、あとパインも、あら、もう要点というかもう人気フルーツたちは抑えて、もうみずみずしい感じですね。うわ、これはもう想像しただけでシャリシャリしちゃいますね。シャリシャリしちゃう。でも実際まあ2週間とかぐらいですけど、はい、どうですか、一番人気っていうか。そうですね、やっぱり一番人気もこのフルーツスライス、うん、フルーツスライス、はい、まだ暑いですもんね。そうですね、沖縄ソフトクリームとかアイスも準備してるんですけど、はい、やっぱりちょっとさっぱりとしたフルーツスライスが一番よく出ます、はい、はあ、もうこれ商品名フルーツスライスですか。はい、そうです、はあ、フルーツクラッシュとかなんかそんなじゃなくてフルーツスライスで分かりやすい。なんかいや本当に名前だけ聞いたらもうスライスした果物出てくるのかなみたいなのありますけど。へえ、そっか。でバインミーもまた気になるところですけど、はい、これもまあどこでしたっけ、もともとベトナム、あ、ベトナムか、はい、僕も取材でとかで何度か食べたことあるんです、ベトナムのやつは。パクチーとか入って、はい、あのナンプラーとか、ね、ベトナム感あるんですけど、はい、氷小屋のバインミーの特徴なんかありますか。あと、うん、
なるべくそうですね、はい、本場のベトナムに近いように合わせてはいるんですけど、はい、やっぱりパクチー苦手な方とか、ナンプラーちょっと独特の匂いがある調味料、はい、苦手な方とかもいるので、うん、その方たちに関してはあの量を減らしたり増やしたり、お好みで好きな人はじゃあちょっと増やしてっていうのも、はい、できますね。はあ、食材的にはどうですか、中に挟む。パンがなんか、はい、ちょっと特徴があって、なんかフランスパン？そうですね、ソフトフランスパンという柔らかいフランスパンが、うん、あの本場流 で、はい、でその中にあの県産のヤンバル産の鶏肉、鶏肉を、はい、使ったり、うん、アグー豚のソーセージだったり、うん、それをあのバーベキュー風にソテーしたやつだったり、はいはいはい、やっぱり沖縄といえばなんかポータマ、うん、よく聞くと思うんですけど、はい、あれもちょっとポータマバインミーもあるんですか。はい、ちょっとアレンジしてやりました。何種類ぐらいありますバインミー。5種類。ちょっとじゃああの鶏、ヤンバル地鶏、チキン、アグーのソーセージ、アグーソーセージ、アグーのバーベキュー、アグーバーベキュー、はい、ポータマ、ポータマ、エビアボガド、エビとアボガドです。あ、エビとアボガド、はい、ちょっとこちらはレモン味のあのさっぱりとしたきたバインミーになってます。エビとアボカドいいですよね。ちなみにゴエさんはアボカド派ですか、アボカド派ですか。アボカド派です。アボカド派か、はい、ヤング、いや、そうなんですか。いや、わかんないですけど。坂倉さんはアボカド、カド、アボカド、ヤングてか僕らちっちゃい頃って、はいはい、アボカドって言ってたんですけどね、アボカド育ちじゃないですか、お二人は。アボカド言ってたんですよ、アボカドって。アボカド、アボカド、でも正式にアボカドらしいですけど、ね、僕アボカド育ちなんでアボカド育ちで、アボカドって言っちゃってるんですけど、あ、どれもいいですね。アボカドも、はい、あのやっぱりフレッシュのやつを、うん、生のやつそのままスライスして挟んでるので、やっぱり味が違いますね。もう聞いただけで美味しそうでございますが、鮮度が命だと思ってるので。鮮度が命、いただきました。今後どうですか、なんかメニュー、あ、なんで笑ってる、嘘いや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 、嘘じゃないけどね、だんだん乗ってきたなと思って、乗ってきたところお時間が少なくなってくるんですよ。そうですね、今後どうですか、なんか例えばメニュー増やす、店舗増やす、教えていきたい、何、はい、かありますか。そうですね、はい、まあ、店舗をどんどん増やしていくというか、うん、あの沖縄、素敵なこの沖縄を、はい、本当沖縄に来られた方に、うん、まあ、店舗を通してあの思い出の1ページに残るような店舗作りをどの店舗でもしていますので、うん、なんかそういうのをずっとやっていけれたらなと思います。今のところは氷小屋だけですか、他にも店舗あったりします。あ、そうですね、はい、そうなんですか。一番新しいのが氷小屋です。あ、そうなんですね、はい、そうです。どことか紹介、せっかくなんで、あ、いいですか、はい、南城市の方で、ほう、月城、月城、はい、天空テラスオールという、ほう、オール、はい、おー、カフェレストランですね、はいはいはい、はい、あともう絶景なので、うん、絶景カフェレストランみたいな、はい、あと茶谷町でシーガーデン、ダイニングレストラン、おー、ここも夜景と夕日がとってもいいので、はい、はい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 、あ、いっぱいある、そう、長くなりますけど、いいですよ、もうせっかくなんで、で、あと女村の方で3店舗、はい、焼肉、琉球古民家焼肉リュグーといって、ちょっと読みづらいんですけど、店名は、あ、クーだ、そう、口のクラウ、そうです、はい、琉球を食らうという意味で、焼肉屋らしく、いいですね、ここはもう本当に沖縄和牛のみ、うん、石垣牛、うん、とっても評判です。女さんの一番美味しいねってみんな言ってくれますね、嬉しいです。行きたいな、これ一番じゃないかもしれないですけど、いや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 、でもお客様の声ですから。これオンエアの時10月3日なんだけど、開けてるかな、緊急事態宣言。開けてますね。あー、どうだろう ね、一応正式決定ではないんですよ、今収録時点ではね。そうですよね、なんか段階的なって言ってましたよ ね。さあ、そしてはい、あと、うん、また女村の方になるんですけど、ウチナーバルオールって言って、はいはい、ここも沖縄の食材を使ったちょっと洋食風な感じで、はい、全部沖縄に関してるんですが、あと、女村の仲間の方ですね、はい、民謡居酒屋ライブ、うん、海物語本店というものを毎日民謡やっております。いいですね、結構やってらっしゃるんだ。え、小林さんもともとどっかの店舗で働いてたとかなんですか。小林さんも結構いますよ、ウチナーバルオールと天空テラスオールに。ああ、もうみんな並んで、はい、今はもう氷小屋で店長だ、はい、どうしましょう、じゃあ今後店舗も増やしていって沖縄の人に愛され、小林さんもありますか。はい、そうですね、うん、氷小屋オープンして間もないんですが、はい、こだわりの商品を、うん、皆さんに楽しんでいただくのも
目標なんですけど、とお店のと壁ですね、壁面アート、すごい可愛い壁面アートをアーティストさんにやってもらってて、それもこれね、ちょっといいですか、あのインスタやってるんですよね、はい、インスタの方で僕も拝見させていただきました、はい、本当可愛らしい、ありがとうございます、ですよね、インパクトのあるすごい明るいアートになってるので、はいはい、見ていただきたい、うん、はい、あ、すいません途中で、はい、大丈夫、うん、写真も綺麗、はい、映えですね、いわゆる映えですね、はいはいはい、で、うん、2階にもテラス席があって、そちらから氷大橋と海も一望できるので、うん、はい、ちょっとまだ暑いんですけど、もうゆっくりそこでくつろぎながらジュース飲んだり、はい、バインミー食べたり、そうです、シャリシャリしたり食べたり、シャリ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 したりね、ゆっくりくつろいでいけると思うので、はいはい、地元の方も、うん、観光の方も、はい、もう皆さんで楽しんで一緒に頑張っていきたいです。素晴らしいですね。じゃあ詳細、あの営業時間とかね、詳細教えてください。はい、うん、営業時間は午前11時から今は18時、うん、夕方までとなってます、はい、定休日はなくていつでも空いてます。よし、で場所が氷オーシャンタワーさん行く、うん、途中にあります、はい、もう一度あのインスタなんかで外壁ね、あれ見るともう分かりやすいですもんね。目立ちますね。はいはい、じゃあこれ緊急事態宣言開けるなりなんなりすると営業時間閉店伸びるかも。そうかもしれないです。はい、まあ、お問い合わせください、うん、遅くなるときはお問い合わせくださいというところですね。連絡先も聞いておきましょう。はい、うん、と電話番号で080-2163-0458、はい、こちらお店の携帯番号になってますので、はいはい、とまたデリバリーやテイクアウトも全然あらあのやってますので。そうですね、はい、お電話いただければ。どの範囲ぐらいまで行けますか。デリバリーはあれなんですよ、はい、氷小屋渡ってすぐ の、はい、あのビーチがありますよね、はいはいはい、あそこでデリバリー行けたらビーチには行けますよ。真っピンクの原付が準備してますのでいいですね。じゃあビーチで海で遊びながらちょっとバインミーくれよと、シャリシャリさせてくれよと、はいはい、なんかさっきから砂でシャリシャリしてるんだけどフルーツもシャリシャリくれよと。そうですね、なるほど、砂はジャリジャリかシャリシャリしてよという時はじゃあご連絡連絡していただければというところですね。はい、分かりました。じゃあ最後に、まあ、来てねとか何か一言言ってる方にありますか。はい、美味しいよ、ぜひ来てねとかでもいいしお願いします。店長、店長行くわ、店長店長いや本当短めでいいですよいつも、はい、笑顔でお迎えしますので、ぜひ氷島にお越しの際は来てくださいね。はい、あ、もういいか、これでいいか、はい、今のがありがとうございます。ごやさんの気持ちでございます代弁いたしました、ありがとうございましたということで今日は島物語の坂倉さんと、はい、そして、氷小屋店長ごやさんでした。お二人ありがとうございました。ありがとうございます。番組はまだ続きます。鉄筋ビビンバ帰ってくるぜ。さあ鉄筋ビビンバ帰ってきました。はい、ただいますごいな、おいご飯にする。いや、違いますそんなアットホームな感じで俺らはあれなんでじゃあ行きましょうか。お願いします。とりあえずお風呂で。いや、遅い遅い、終わった。あ、すいませんでした。終わったわけよ。お前が乗り遅れんだよ、この流れ。それとも私まで行けばよかったかいいです、いいか、ね、さあ、じゃあ鉄筋ビビンバをちょっと丸裸にしていこうかなと。そしてお風呂入れちゃおうかなって。もう引っ張って引きずってますね。いいすか、引きずってますね全然進歩して、進展してない。そもそも2人の出会いは高校ですね。高校、小中別？別なんですよ。高校はどこだっけ？高校は首里高校です。シュレポーン。シュレポン。もうお前は言うね。首里高は人材豊富よね。そうですね。結構いろんな分野でオリジンでも首里さんが、首里の助がいますし、もう今代表ですから。そうですね。でノブレキの歩さんも、そうそう、歩もギャガー。あ、鉄筋ビビンバの時代はあった？なんかギャガーっていうのがあるんですよ。ありました。取った？ギャガー僕2位です。マスタキは自分は取ってないんですよ。2位か。1位のやつ何やってる今？1野球部でした。うん、やっぱ今何やってる？今大学生してます。普通に。俺やってないんだ。やってないですね。おかしいな。龍平を2位にする男が首里高にはいたのか。いるんですよ。すごいギャグマシーンみたいな。で新都助でいうと新が1位で首里2位じゃなかったっけ？あ、そうなんですね。ギャガじゃなかったかな？松茸はなんか入ってたよな、うん、あんまいいよ言うな。松茸なんか入ってたんですあれもしかしてミスターあのミスター8位でしたベスト8は微妙なんだからお前フルなミスター8位です8位って何すか。いやでも首里高の中ででしょ。
首里高で8番目にイケメンってことなんだよ。でもなんかだいぶ物議を醸してましたけどね、うん、なんで俺全なんかミスターってあの、うん、結構後輩とかも全学年投票しないといけないんですよ、うん、1年も3年のミスターを書かないといけないっていうのがあって、うん、正直3年のを書くんだ。そうですね、なるほどなるほど、全学年の書くんで、うんうんうん、で自分らの学年は知ってるけど先輩知らないっていう時に、うん、はいはいはい、自分たちそのお笑いで結構露出してたんで、舞台立って、そうですね、知ってる3年生になっちゃうんですよ、1年生書くとしたら1、2年が。いやでもそれだけ目立ってるってことだから、それもまあミスターの資質というか、だからいいんじゃない。8位ですよ、何人中ぐらい何人いたっけ。男子生徒が、うん、少なかったかな、100、200ぐらい、200手前ぐらいですね。200の8位か。100人いて、まあ、単純計算100人いたら4位、オーワン優勝できんな100組ぐらいオーワン出るから。それと比べちゃダメなんですよ、土俵全然違うんで全く違うジャンルで勝負してることになってるんで。そっかそっか、ミスター8位とギャガー2位、はい、あこれじゃあもう歴代ずっと来てんだ、ギャガー。そうっす、アイムポジティブ、アイムはギャガーでしょ。あそうなんですね、1位ですか。1位だったはずよ。あ確か。いやでもそんな感じしますからね、やっぱり。でもね、俺も中高っていうか、そんなに前に出るタイプではなかったから。あ、そうなんですね。知る人ぞ知る面白い人っていうか。自分で。いやいや、人気はあったな。ああ、ね。いや、なんていうの。ただ、おとなしい、あの、友達いない人ではなかったわけよ。ああの。自分のために、名誉のために言っとくけど。で、目立つタイプではなかったから、ギャガーとかあったら多分俺も、あ、そうよ。でも、高1の時の文集で、学年のやつ、はい、吉本でも生き残っていけそうな人、2位だったわ、俺。そんな部門だったんか、そもそも。あったあった。すごい学年で。学年も俺なんか100人ぐらいしかいないけど。はいはい。で、1位がいたんす。1位いたわけよ。こいつ銀行入って。でも大学は慶応行って。銀行入って、今独立してる。金融関係ないんだけど。まあまあ、あいつ面白いな。そう、あったわ。すげえ。だから一部で熱狂的なファンがいた。おー、なるほど。なんかでも、後輩と一緒にやる番組で、俺こんなだったら、なんか先輩が本当酒飲みながら自慢してるみたいな構図になるよね。あ、待ってください。先輩風が吹いてる。いいよ、いいよ。いや、俺もここで言おうと思った。2回もすなよ。俺が裏でちょっと入れていった。褒めたから。さっき見てましたよ。じゃあ、この後ゲスト来まーすって言って、二人ちょっとここから吐き際に、松竹が、いや、先輩風よかったなって。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。あの、じゃあ俺今、あの、竜兵いじったのに、それやられると、俺がいじられてることになる。あれ、でもね。俺をいじってる。そうそう。この話やりたかった。あれ、いいね。何ですか。いや、ボケとしては気持ちよくそうです、ね、なんか終わった時にいいボケがあったら褒めてくれるんだ頑張ろう頑張ろうっていうそういうつもりじゃなかったんですよ。ああ松竹意外と愛があるんですよ。いや、いいと思う意外とだからマネージャー感じるわ。今日マネージャー来てるけど、はい、リニューアルしたんで終わった後褒めたら芸人頑張るよ。あれよかったっすね。ダメ出しはまあ後日ゆっくりでもねとにかくその場は気持ちよく褒めてもらったりとかあとマネージャーテクニック、これ有名だけど、聞いたことあるかな。例えば、もうマネージャーさん、芸人、一緒に歩いてます。うん、で、まあ、ファンの方とか、あいつ飲んでます、サインいいですかって言ったら、マネージャーが一回断ると、うん、すいません、ちょっと。って時に芸人が、あ、いいですよ、いいですよって書いてあげると、芸人さんが、いい人だったよっていう株価が、マネージャーが一回断る。なるほど。すいません、ちょっと今、名前いいじゃないってやると、芸人の好感度アップ。なるほど。お願いします。ありがとうございます。でも、与那嶺さんが止めに入ったら、俺らもう出れないから、押し返されちゃう。そうだよね。でかいもんな。でもなんか、いや、いいですか。いや、本当にダメです。本当ダメです。分かっちゃうっていう可能性もある。もうビクともしないから。今、可能性もありますけどね。うん、そうだ、でイケメン、せっかくだから顔見せとこや。あ、いいんすか。うん、マスク取って喋らなければ。8位です !8 位8位です、やめてもらっていいですか。あと7人この上がいるんです。じゃあギャガにも、いや本当に変な意味じゃなくて顔見せとこや。あ、全然見せないなと思って。こっちがです、リュウヘイです。かわいいでしょ。ギャガです。ちゃんとひげ剃れよマスクだからってサボりやがって、ね、肌がツヤ、なんて言うんだろうな。いいよな。マジですか。ありがとうございます。肌が初めて言われたかもしれない、うん、そんな言われたことないんで。いいいい。そんなことより丸いんや顔ボケ顔だよな。そうなんですよね。めっちゃいい。でキャラクター性があるんで。いやでもセンスでボケやってるんで。いやそれやめろよお前。センスでそれやめろよ。つけない。ねえさ、そんな二人が高校で出会って、はい、もう学校で舞台を高1から立ってた。高2かな。
高2から、あれなんですよ、コンビ結成っていうのが全部部活が一緒だったんですよ。何部？バドミントン部なんです。えこの感じ で、 へでバドミントン部で、うん、そのバドミントン部の風習としてこのイベントがあるとき、うん、インターハイ激励会とか、うんはいはい、3年生追い出し会があるときに、うん、後輩がネタをするっていう、へその時に初めて組んだんですよ。じゃあそれでちょっとまあ癖なってというか、そうですね、そうですね、ああみんな優しかったんで、ああ何やっても笑ってくれて天狗になって、で学校の全体の舞台で高野祭とかでやって、また受けて調子乗って沖縄お笑い高校総体に出て優勝して、今調子乗ってこの状態です。そうなんですね、気づいたら今ここにいるっていう。高校総体優勝、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、それもありましたよ。でもやっぱ学校と全然違うさ、はいはい、やっぱり学校ってもう面白い人たち出てきた、ご存知のっていうね、はいはい、また来た鉄筋ベビー、あ、当時なんだっけ、チャレンジレンジだよね、お笑い高校総体優勝した時に、はいはい、来たーっていうのも笑う体制だからね、学校の友達とかっていうのは。それがまあ高校総体まだ優勝して応援団もいっぱい来てました、うん、どうですかプロの世界入ってみて。やっぱいろいろ、あ、ここ受けないんだっていうところもありますね。ちゃんと答えんな、お前はちゃんと答えるな俺が言うから。いいねいいね、いいよ。でも他の竜兵の真面目なところね、ここね。そうですね、これ確かに。でもやっぱちょっと怖いよな、最初の頃もデージ怖かったな俺も、うん、もうデビュー俺もザザ滑りで、もう当時は今より多分お客さん年齢層若くて女性が多かったの。でも芸人全体若かったから。ああ、なるほど。そう、20代全員ほぼ20代で、高校生もいたし、でそれがもう友達連れてきたりするもんだから、お客さんはもうそれこそ女子高生だったり20代の女性が多かったわけ。あー、すげえ。その中で俺、うわー、デージ面白くない人と思われてる、嘘だろうっていう、あの舞台の上での苦しさ、一心に受ける面白くない人が喋ってるっていうね、怖かったな。本当にプロというか、うん、そのプロの世界入ってやっぱ全然やっぱ笑いを起こすの大変だなと思って、うん、今までそのデビューして1年経ちますけど、うん、この全部の舞台の笑い声集結しても、あの高校の高野祭の笑いに立ててないんで、まだ。ああ、であの学校のね爆笑すごいもんね。そう、全然どうもーで爆笑取れる。そうなの、出るだけで。確かに確かに、何百人でしょ、だって何百人もいるんで。あ、だって今はな、まあ、お客さんあんまり入れられないっていうのもあるけどね、はいはい、やっぱ300人とか入って爆笑取ったらもう、はあ、そうなん、しばらく浴びててって感じ。本当にもうマイクまでの足取りが軽い軽い、うん、そうだよね。さあ、そんな頑張ってるお二人にちょっと先輩のね、お動画を、お、あのこれ新しく始まるコーナーで、はい、うちの先ほども紹介しましたけど、クガニンファームのメンバーに毎週動画を撮ってもらって、はい、これ皆さんにもご覧いただいて、音声をお届けしてということでお楽しみいただきたいと思います。では、一発目は我がクガニファームが誇る天然芸人、岸本直樹です。それではこちらです、ご覧ください。クガニプレゼンツオリジンアワーエコーお聞きの皆さん、どうも岸本です、よろしくお願いします。はい、今回から映像出演させていただくということでよろしくお願いします。今回自分がですね、皆様に紹介したいのなんですけども、クレソン、とても火に弱いということでですね、まず火に当たってしまうとどうなるか、ちょっと見てもらいましょう。こちらです、じゃじゃーん、黒くなったりですね、焼けたりするんですよね、ちょっと分かりづらいかな、黄色くなったりね。はい、これをですね、ちょっと今からちょっと自分がクレソン再生工場と呼んでる場所に持って行って、そこにクレソンをちょっと巻いてみたいと思います。じゃあそれではちょっと移動していきたいと思います。その間にいろいろと紹介していきますね。今後ろにあるのがイケス1番ですね、で奥側黒が2番、で奥側のちょっと濃い青が3番といった形でですね、なっております。はい、そして今ですね、自分の後ろに見えるのが、こちらクガニの事務所となっております。はい、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、あちらですね、自分の後ろにあるヤシの木みたいなのの後ろ、あそこヤギちゃんがいます。5匹、今なんと5匹いますよ、5匹、黒いの2匹と1匹増えました。はい、でこちらが工場ですね、まあ、こういった形で、ラベルを剥がしたペットボトルなどをトン袋に入れて置いてありますね。
これをまた資源ごみに出していくわけなんですけども、はい、またこちら後ろですね、自分のあここかな、まあ、いろいろとゴミから出たいろんな扇風機など絵などもございます。はい、そしてこちらがですね、出まして、後ろからですね、後ろにあるのが鉄置き場ですね、でアルミ置き場など銅線置き場などございます。はい、そんな場所にですね、私が先ほど行っております、先ほどから言っておりますクレソンの再生工場がございます。そちらがこちら、ダダン。まあクレソン生えてるところもいっぱいあるんですけども、ちょいちょい生えてるんですけども、ここにですね、このちょっとね B 級品と言われるちょっと焼けたクレソンたちを入れていきたいと思います。じゃあ今回こっちに入れようかな、こっち側に入れますね。さあ入れました。こちらがですね、次映像出演する時までにはもっと生えてるんじゃないでしょうか。また1週間2週間後にはどんどんすごいことになってるかと思います。ぜひともお楽しみください。ありがとうございました。というね、岸本でございました。いやーすごいですね、なんかすごいですね、全然ボケんかったな。全然ボケなかったですね、マジでボケなかったですねとか言うなよ後輩が。でも少し気になったのが、うん、クレソン再生工場に持っていくのは、うん、日に当たって悪くなったやつら、うん、クレソンたちなんですよね。そうだね。再生工場は火当たらないんですか、うん、これがだから岸本今ね、ほとんど映像見てない方には伝わらないと思うんですけど、そこなのよ。だからこれね、今俺たちもいろいろ実験中で、で岸本工場行ってましたけど、まあ実際外の水路でね、水路とかまあ川みたいな湧き水が流れてるところに置くと元気になるわけよ。なんか根っこがまあついてるんで、そこからまた生えてきたりとか、そう種からもクレソン増えるんだけど、ああやってこうなんていうの、あれ正式名称なんていうんだろう、苗からまた切り分けてもどんどん増えていくわけ。すごい、なんか泉の神みたいな感じなんかな。岸本さんね。そうで途中なんかこっちがゴミから出て扇風機でとかってあったけど、あれが本当にあの扇風機とか自転車とか使える状態で捨てる方が多いんだって、うん、あ、そうなんですね、うん、だ先ほど映像見た方はね、5、6台映ってたかな、あれ全部使えるやつ撮ってて、あ、そうなんですね。今後はだからそれをなんかリサイクルできないかなっていうところで、鉄置き場とかって言ってたのも、出てきたゴミから使える鉄とか分けて、アルミとか取り分けて置いてるわけよ。本当にもうリサイクル、もうゴミをできるだけ出さない社会を目指していこうと。SDGs。そうなんです。我が国にやってますからね。エコだな。エコだよ。エコだなって。適当なこと。頭悪い。偏差値低い感想。いやーね、今日メールがね、俺告知忘れててさ、もうリニューアルで頭がいっぱいで。で、鉄筋ビビンバ出ますって直前にやって、来たのがこちらですね。ベンビーさんおはようございます。おはようございます。鉄筋ビビンバさん、こっちでは初めましてのアンツバです。アンツバさん。知ってる。ありがとうございます。知ってます、知ってます。何で、オリジンチャンプルーを月曜の方でやらす。メール来る。そうですね。はい、あ、アンツバさん。アンツバさんも実際に来てくれたりもしてるんで。あ、そうなんだね。うわ、アンツバさんありがとうございます。ありがとうございます。9月も終わりますが、やっとね、緊急事態宣言も解除されそうですね。ね、この収録時点ではまだ正式決定じゃないんですよね。必要最小限に買い物しに行き、飲みにも行けず、本島行っても全然楽しくありませんでしたが、緊急事態宣言が解除されたら半年ぶりに好きな女性にも会えるので楽しみです。まあ、南大東なんですよね、アンツバさんがね。え、半年ぐらい会えてなかったんだ。アンツバさんずっとこの好きな女性好きな女性っていう期間が長いわけよ。告っちゃいなよって言ってるわけよ俺。はいはい、あ、それも知らなかった。初めて知る。いるわけよ。そうなんですね。何だったかな、ユーミーかルーミーかミーホーかな、なんか何だったかな。ミーが入ってる。何だったかな。二文字で。いや、そう、一回分かるような書き方してきよったんだけど、二文字だったかな。まあまあまあ。そうか。いやー、告ってほしいな。俺だったらもう蹴りつけたいね、早く。あ、離れてもいるし。二人はどう好きな人できたらすぐ告るタイプ。そうですね。今まで。俺はダメでしたね。まさたけ告白できない。自分、あ、一応その友達になんか背中押されて告白したことあるんですけど、その自分から積極的にはなかなかですね。リュウヘイは
意外とグイグイ行くタイプです。どこが見た通りの意外とグイグイ何万円かは行くんだ。はい、俺も行くのよ。あ、そうなんですね。行きよったわけよ。っていうのもさ、好きな人がいますじゃあよ、はいはい、まあ今フリーだとします。うん、うわもうまあ付き合いたいと思うさ、もちろん、はいはい、でじっくり、まあもちろんある程度知ってからっていうのもあるかもしれんけど、はい、もうこんな素敵な人がいつまでもフリーでいるわけがない、早く告白しなくっちゃっていう思想になるわけよ。あ、なるほど。そうですよね。なあ、誰かに取られる前にって思っちゃう。もうホテルとかバイキングと一緒なんですよね、これ。給食とか早いもん勝ちですからね、これはもう食い物に例えんねん、ここで。違うでしょ、食い物に、食い物には気持ちないからな食い物は 100%OK だろ、お前が取りに行けば取れるんだから。ハンバーグあと1個しかないっていう時に、うん、早く行かないとってなりませんか、この。いや、追加で出てくるよ。いつも。いや、ちょっと違うよ、その例えは。バイキングとは違うでしょ。まあね、本当、開けて、本当に、こう、感染防止対策しっかりした上で、居酒屋とか行きたいよね。そうですね、本当に思います。もう居酒屋行きたい。もういろんな芸能人の方もテレビとかでも言ってるけど、お一人様だったらもういいんじゃない別にって、ちゃんとパーテーション仕切るなり喋らんさ。そうなんですよね。だからもう一人でカウンターでもいいから行きたいわ。まあできればもちろんみんなで飲みたいけどね。先輩たちの話聞きたいです。そうね、こう先輩たちと飲みに機会もないから、それは大きいと思う。仲良くなりたいです。うん、やっぱり我々も入ったばっかりの頃って先輩と飲みながらいろんなことを教えてもらったりとか、で稽古も事務所で集まれないさ。そうですね、やっぱり事務所で見てもらうっていうのはとっても大きいんだよな。あ、なかなかそれがないのかな。そして、フリーのメールも来てたのよ。告知できなかったんだけど送ってくださった方が2人もいらっしゃってありがたかし。ありがとうございます、こちら行きましょう。ベンビンさん、はいさい、はいさい。神奈川のローミーハートですなりども、今週はツイッターとかでテーマのつぶやきがなかったのでフリーなのかな。はい、フリーでいいでしょう。本当ならばライブの感想を書くべきでしょうが、先週末はまだライブを見れてないので、来週感想を送りましょうかね。ベンビーさんは忙しくて後回しにしてるのありますか。では10月最初の放送もよんなちばりよどもどもということで、まあ飲みはとさんも神奈川なんで、おそらく気象転結配信でアーカイブで、ああなるほど、見て感想を送りますってことなんでしょうね。ありがとうございます。後回しか、俺多いんだよな。何でももう今日できることは明日もできる精神だからよ。あ、そうですね。なんか後回しにしちゃうね、いっぱい。自分も後回ししちゃいますね。しちゃうタイプ。はい、マスターけど自分は今ありますね、後回しにしてるの。なんで？俺あの親に、うん、あのお笑いの仕事してるっていうのもほぼ言ってないんで、一、うん、回反対されてそっからあんまりそういうの話さなくなったんですよ、うん、そっか。一応オリジン入ってるのはなんとなく、じゃあオリジン入ってるのは一応うん、結構バーって言われそうだったので、うん、あのバイト行く直前に、あ、俺オリジン入ったからって言ってすぐ家出たみたいなそっから一回も喋ってないんですよ。首里高のツッコミ首里之助もそんな感じだもんね。そうらしいですよね。まあ、でも代表なんて 今どうなんかな。今はまだいいのかな。なんかそうなんです、毎回毎回だから俺あの、うん、このライブだったりとか、うん、そのラジオとか、うん、その収録とかある時もあの、うん、全部その友達となんか遊びに行ってくるみたいな行って外出てるんで、あの俺めちゃくちゃ人気者だと思われてるんですよ親にそっか、この子は、この子はずっと友達に誘われ続けてるっていう。そっか、つらいね。そうっすね。親は何やってる仕事、ちなみに。親はジャンルでもよ、差し支えなければ、あの一応公務員を。公務員だな、俺絶対そうだろうと思ったわ。そうなんですよ。公務員の子ってもうエンタに頭良かったら期待されちゃうから嫌だね。そうなんです。しかもその首里高流大っていう、この沖縄でいうとこのエリートというかね、そうですね、黄金ロードを走ってきたのに急にこのお笑いやるとか言い出したから、もう親がもうブチ切れて。いや、言ったら俺も流大卒だから言うけど、流大なんて大したことないよね。そうなんですよ、全然。ごめんなさいね、本当に、なんだろうな、ちょっと語弊はあるかもしれんけど、親が思うほど、周りが思うほどって言ったらあるけど。そうなんですよね。だからね、あ、好きなことをやらせてあげたい。俺が親だったらやらせてあげたいけどな。俺が親でもです。うるさいよ、うるさいよ。あんま同世代が言うなよ、そういうこと。でもそれはもうベンビーさんぐらいの大先輩が言うからね。いやいや、親の期待だからね。あ、まあそうですね、それも。うん、うちはお母中卒、お父高校1回ダブっての商売人だからさ。あ、
まあ、お母は軽く反対しよったけど、最初行った時は。いや、芸能界をやめてよ、みたいなぐらいで、うん、もうすぐデビューしてからライブも毎月見に来てくれたし。うん、ああ、すごいいいですね。劉編長どうよ。自分は特にないですね、うん、もう反対とかは。もう小学校の時からずっと芸人やるって言ってたんで。あ、すごいね。もうずっと芸人芸人って言ってて。で、しかも、うん、僕のところもお兄ちゃんが優秀だったんで、お兄ちゃんがいて、はい、次男坊末っ子なんで。おお。もうお兄ちゃんが優秀で頑張ってくれたから、お笑い芸人もさせてもらって。へえ。好きなのにやれ、みたいな。あ、そうなんだ、はい、うちは逆で4人兄弟男だけで、兄貴がいて俺次男だわけ。で兄貴はね、まあまあの、まあ、やんちゃしてて、でまあ今もちゃんと仕事独立して自分で頑張ってるからなんだけど、ね、で4人兄弟って唯、まあ唯一というか、俺がもう本当突出して勉強できて、はいはい、だから親としては期待値も高かったと思うわけよ。なのにやらせてくれたからよ、だいぶその辺は感謝ではあるんだよな。そっか、それは早くどうにかしたいな。そうなんですよね。もう売れることだな。怖いんですよね、お母さんが。でも全国的に売れてる芸人さんでもたまにいるもんね、親がまだ反対してますとか。なかなかだから、これは親としてはやっぱりいろんな思いでここまで育ててきてね。お笑いかっていうのはある、あ、まあ、あるよ。そうですよね。だからもう売れて見せるしかないというか、自分がもう幸せに生きて見せるのが一番じゃないかも。今日のこのラジオも言って、言わないできて、なんて言った、あの泣き人までドライブしてくるっていう。リュウヘイとドライブしてくる。そんなわけないのに、泣き人までドライブ、フラットドライブで行く距離じゃないのに、ちょっと泣き人行ってくるっていう。いいですね。まあまあまあ、親の気持ちだからね、それは。あの、変に反発せずに、そこは受け入れていった方がいいだろうな。これはね、しっかり言っていきたいと思います、ね、こっち行きましょう。ベンビーさん、クガニファームの皆さん、こんにちは。こんにちは。デコリンさんの名前に音符がつくのに今更気がついたので、これから積極的に使っていこうと思う、いい上田です。どうも。そう、デコリンって表記上はひらがなデコリンの後に音符がつくわけよ。そうなんですよ。ややこしいのよ。なんか一回そのサインサイン書くみたいな。